北九州都市圏とは北九州市を中心とする都市圏のこと。域内総生産は約4兆8888 88億円。北九州市は関門海峡を挟んで相対する下関市とともに一つの都市圏や経済圏をも形成する。この項目ではそれについても述べる。北九州市一市を中心市とする都市圏、福岡県庁が 福岡県内を10の広域県及び都市広域県に区分しているうちの一つ。北九州都市広域県の人口は約110万人。福岡県庁が福岡県内を4つの区域に区分するうちの一つ。北九州商工会議所と北九州市が実施する証券調査において北九州市県域と命名された地域。北九州市証券とも呼ばれる。 北九州市を中心としたおおむね4 0キロメートル圏内に含まれる市町村が対象で、通勤通学圏でいえば3%都市圏と類似性が認められる。県域は出港率により一時、省券、二時、省券、三時、省券、省券外の4つに区分する。飯塚市などは一時的に県外となっていたが2015年調査で3時、省券に復帰。 宇部市や中津市などは3時から2時へと工事に変化している。人口は2005年が約239万人、2000年が244万人。下関市、北九州市と下関市の2市を中心市とする都市圏。あるいは下関市を北九州市の二次圏の各都市とする地域。下関市はほとんどの都市圏の定義において中心市に選定されうる人口や、 人口集中地区を持っていること、山口県内の市であることなどから、統計上、北九州都市圏とは別に、下関都市圏が設定される。ただし、北九州市と下関市は、関門海峡を挟んで隣接しており、一つの生活圏を形成している。そのため、漁師を中心市とする都市圏の設定もある。また、北九州都市圏が、 下関都市圏の規模を大幅に上回っていることもあり、下関都市圏を北九州市の二次県とする見方もある。国土交通省による5%から500人通勤圏。北九州市と下関市の西を各都市とする。本都市圏は以下の自治体により構成され、人口は約191万人。九州経済連合会が設定した地域区分。 休憩連の設定によれば、関門都市圏は国土交通省の北九州、下関都市圏に含まれる中津市を除外し、以下の自治体を加える。県域人口は約219万人。北九州都市圏の範囲、愛色は中心都市。2015年国勢調査の基準では、行橋市や能形市を含む4市8町で構成され、 人口は131万4276人である。都市雇用圏は金本義継及び徳岡和幸によって提案された10%通勤圏である。一般的な10%都市圏は自治体人口で中心市を選定しているが、都市雇用圏では人口集中地区の人口で中心市を選定する点に特徴がある。北九州都市圏の場合は、 一般的な10%都市圏でも都市雇用圏でも中心市に選定されているので違いはない。2015年国勢調査による各自治体の北九州市への通勤率2時、3時、郊外5%通勤通学圏を絶対都市圏と定義する。絶対都市圏は他の都市圏や行政区分の影響を排除した数値であることから最も実態を表した都市圏定義である。 総務省の連携中枢都市圏構想に基づき、北九州市を中心とした北九州都市圏域を、北九州市、能形市、行橋市、無前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、恩賀町,町、小竹町、倉手町、河原町、神奈町、宮古町、工芸町、築城町の6市11町で形成している。ありがとうございます。